新潟市のイクトピア食花動物ふれあいセンターでは、見つけました、ヤギの三つ子の赤ちゃんです。頭を背中に乗せてぴったりくっついてうとうとしています。とっても癒されます。先月30日に生まれたばかりのヤギの三つ子、一日の半分は寝ているそうですが、今朝は元気にお母さんのお乳を飲む姿も見られました。ヤギは双子で生まれることが多く、三つ子はかなり珍しいということです。例年よりお腹が大きいなとは思ったのですけども、まさかの三つ子だったのでびっくりってとこです。そうですね、3匹目の子がちょっとなかなか出てこなかったので手を入れてみたんですけれども、そしたら逆子だったのでちょっと助産をして出してあげたのでちょっと大変でした。生まれたのはメス2匹とオス1匹、子どもたちもそっと見守りながら興味津々の様子です。ヤギ、見れて気持ちはどうですか？気持ちよかったです。可愛かったです。ヤギの赤ちゃんどうでした？可愛い。たまたま来たらこういうタイミングですごい良かったです。貴重な経験ですね。こちらでは先月上旬にも羊1匹、ヤギ2匹が誕生、出産ラッシュとなっています。ちっちゃいうち今だけですので、できれば多くの方にかわいい姿ご覧になっていただければなと思います。